ぶ。このお話が好きな子はグッドボタン。それじゃあ始まり始まり。昔々のお話、おじいさんのサンさんとおばあさんのクモリンは畑仕事をしていました。サンさんはまた野菜を育てるために今度はカブの種を埋めることにしました。おいしいカブになーれ、おいしいバナナになーれ。カブの種なんだけど。種を植えてサンさんたちは、よし一休みしよう、そう言って二人は寝てしまいました。季節は変わり、葉っぱが落ち、雪が降って、やがて花が咲いて。寝すぎだから。起きた時にはびっくり、そこには大きな大きな立派な株が育っていたのです。わあ、美味しそう。大きい。サンさんは大きくなった株を抜いてみることにしました。よいしょよいしょ。あれ、引っ張っても大きな株は抜けません。サンさんはクモリンを呼びました。寝てないで起きてよ。クモリンも一緒に株を抜いてみることにしました。よいしょよいしょ。サンさんはもっと力を込めて、よいしょよいしょ、どっこいしょ。へへい。クモリン真面目にやってよ。二人でも株は抜けません。すると今度は孫のプリルがやってきました。私も手伝う。なんて優しくて可愛い子なんでしょう。自分で言っちゃうのね。そしてこの大きな株を、今度は三人で株を引っ張ります。よいしょよいしょ、どっこいしょ。へいよいよ。こんなに頑張っても株は抜けません。二人ともふざけてるでしょ。株の前でサンさんたちが困っていると、そこへ一匹の犬とゴリラが。ワンワン、ウホウホ。え、ゴリラさんも。大きな株が気になったようです。ゴリラさんのパワーで抜けるでしょう。犬とゴリラも手伝って、みんなで力を合わせて株を引っ張ります。よいしょよいしょ、どっこいしょ。へいよ、ワンワン。けれども株は抜けません。もうノリノリだね。ゴリラさん。ゴリラはそばで応援するだけでした。大きな株はびくともしません。この騒ぎを嗅ぎつけて、今度は猫がやってきました。にゃー。猫も手伝ってくれるようです。どんどん増えてきた。よし、みんなで頑張ろう。みんな一緒になって引っ張ります。よいしょよいしょ、どっこいしょ。へいよ、ワンニャンニャン。それでも株は抜けません。もうそろそろ真面目に。で、ゴリラさん起きて。サンさんたちがヘトヘトになっていると、猫の口からパカッと、チュー。様子が気になったネズミが姿を見せました。そんなところにいたの。ネズミも手伝ってくれるようです。猫の後ろにネズミも捕まって、みんな力を合わせて株を引っ張ります。よいしょよいしょ、どっこいしょ。へいよー、ワンワン、チューチュー。僕も楽しくなってきたよ。そしてとうとうポロンと大きな株が抜けました。なんて大きさなんでしょう。みんなもびっくり。やったー。大きな株は真っ白でとても美味しそう。サンさんは大きな株で料理することにしました。美味しいスープにしよう。やったー。みんなよかったね。こうして大きな株は温かいスープになり、みんなで美味しく食べましたとさ。美味しい。ゴリラさんも食べるんかい。めでたしめでたし。クイズタイム。プリルの後に何匹の動物さんが一緒に株を引っ張ってくれたかな。私わかるよ。そうだ、ヨイー。プリルー、ノイズキーホルダーが出たよ。なんだった。お家の鍵につけたり、ランドセルやリュックにもつけたりできるんだ。キーホルダーをつければ忘れ物しなくて済むかも。木のいい匂いもするんだよ。いいかな。僕とクモリン、福本プリルのキーホルダーもあるよ。とレッドペンケース2種類。かわいい。
グカップ2種類、ブランケット2種類、やった塗り絵ポスター1種類、すごい。僕たちの LINE を開いて、このボタンをポチッ、サンサンキッズ TV 公式ネットショップ、ここから簡単に買えるから、大人の人に相談してみてね。 LINE の登録はこの動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。塗り絵ポスターを塗って、ツイッターでハッシュタグサンサンキッズ塗り絵コンテストで写真を投稿してね。オーケー。投稿してくれた子の中から抽選で3名様に景品をプレゼント。印象はサンサンオリジナル目覚まし時計。僕が君の名前を呼んであげるよ。 B 賞は君の塗り絵をトートバッグに、 C 賞はお名前シールを5枚プレゼント。投稿してくれたみんなの塗り絵は動画で全部紹介。すごいすごい。応募は5月17日日曜日まで、たくさんの応募待ってます。パパもママも親子でゲットしてニコニコ超ハッピー。こんにゃー。今日のお絵かき、書いてくれてありがとう。